笑いコンビ、爆笑問題が14日深夜の TBS ラジオ、爆笑問題カーボーイ、火曜深夜1000で、安倍晋三首相が投稿した星野源39の曲、うちで踊ろう、とのコラボ動画を皮肉った。番組冒頭、太田光、54、がまず東京都の小池百合子知事のモノマネで、3密は守ってください。80% は守ってください、と呼びかけながら登場。続いてビートたけし、73、を真似て、うちで踊ろう、を歌い出した後、あれ、なんか、安倍さんが炎上しちゃったらしいよ。安倍ちゃんがまた余計なことすると投稿動画の光景に対して SNS 上で批判の声が殺到していることを紹介。相方の田中裕二55もまた間抜けなんだもん、カメラ意識しすぎと茶化した。太田はなんだあの映像笑っちゃうよな。昭恵夫人だろ、あれ撮ってるの、犬抱いてさくつろいじゃってんだよな。ステイホームってさ、お前が家にいてどうすんだって、と指摘。お前はダメなんだよ、国民のみんなが家にいるのならお前が働くんだろっていうのにさ、ステイホームってお前まで家にいたらもう誰もいなくなっちゃうじゃねか。おかしいだろ、とまくした。さらに、おっちょこちょいなんだね。昭恵さんと似てるんだろうな。やることがな、似たもの夫婦、と推察すると、田中は、誰がどう主導でやったのかわかんないけどね、とフォロー。太田は、星野源が、私は知りません、って。言われちゃったよ、かわいそうだよな安倍さんも、と、曲の考案者からも突き放された。ことに触れた新型コロナウイルスへの対応をめぐり、安倍首相に対する国民の批判は強い。太田は、踏んだり蹴ったりで、何やっても怒られちゃうから世間に。何もやんない方がいいよ、と忠告。再び動画の内容について、とにかく火に油、注ぎ続けているからね。大炎上だよな、踊ろう、って言っているのに、何くつろいでるんだよ。お前は家にいちゃダメなんだから、議員が、みんなかにいたらどうなる。国会、誰も来なくなっちゃったら何もなんないよ、と、毒を吐き続けた。